はいどうも、ケイキングです。今日ですね、ポケットモンスター初代ピカチュウバージョン、続きやっていきましょう。今ね、ここでいいんかな。一つバッチ手に入れてます。で、次は霞、はい、1000円いきたいなと思います。で、2つ目のジムっすね。おっす、未来のチャンピオン。このリーダー、かすみは、水に住むポケモンを使う。プロフェッショナルだ。こんな時は植物タイプで水を吸い取る作戦だ。それか電気タイプで痺れさせるのもいいぜ。今回はピカチュウバージョンだ。行きましょう。ピカチュウで。まあ、ここは戦いやすいですね。まずは俺が相手だ。かかってこい。海パンやろう。おお、タッツーか。一発じゃ持ってけんか。まあ、結構レベル高いね。レベル16のタッツ。あ、シェルだ。もうこの辺の名前忘れてましたね。パルシェンはね、覚えてるんですけどね。シェルダーか、これ。進化前は。80円しか持ってない。一人このトレーナーが増えましたね。タキシのとこは一人しかいなかったですからね。ガールスカウト。ガールスカウトは初ですね。ボーイはね、出てきてたんですが。よし、いいね。ワンパン。急所だったのが出ない。君はポケモンを育てるとき何かポリシーがある？私のポリシーはね、水タイプポケモンで攻めて攻めて攻めまくることよ。さあ、霞来た。人手間。俺あの人影を選ぶんすよ。まあ、いつもっていうかね、人影を選ぶので、まあこの霞はきついよね。このスターミーがね、むちゃくちゃ強かったよね。マジか。急所当ててきやがった。ちょっと一旦変えよう。ニドリーナで時間を稼ぐ。おー、強いね、やっぱ。やるやん。はい、落ちてピカチュウで行こう。でこいピカチュウ。電池は打ってもよかったね。初手いや、スターミン強いな。イヤギリが使えると。細い木を切り倒して通れるようになるの。
あとこれは私の自慢の技マシンよ。あ、バブル光線ね。バブル光線はね、波乗り手に入るかいらないですよね。いやでもなかなか強かったね。ちょっとこいつ気になるね。マルマインは知らんぷりした。アイテムで、あ、結構さ、金貯まりましたね。まあでもこれそんな買わなくていいですよね。あの、ジュース買った方がいいもんね。モンスターボール。モンスターボール買っとこう、一応。あ、虫除けスプレー良かったよね。何歩か忘れたんですが、敵出なくなりますよね、これ。ちょっと買っとこうか。なんかもっと上のスプレーもあったよね。で、次、まさきのとこでしたっけ？まあちょっと話聞いてないところ結構あるんですが、ここまさき終わった後やったかな？とりあえずこっちか。お、久しぶりに来たね。強いのすごいいろいろ捕まえた？絶好調だぜ。どれ？見せてみろ逆に。何捕まえた？鬼スズメね。確かにいいの捕まえたね。しかもレベル18。まあ、結構ね、鍛えてますね。お乱れ月やるやん。あ、いて。結構受ける。で、サンドか。まあ、叩きつけるでいくか。叩きつける。砂かけ。ああ、これ、当たるかな？当たった。ひっかく。電光石火外れた。電光石火だったらちょっと残るかもしれないですね。杖、サンド。しょうがない。緑稲で行こう。ひっかく。二度蹴り。で、ひっかくか。オッケー、サンド撃破。で、コラッタ。で、イーブやね。必殺前も強い。おらぁ。尻尾振る、オッケー。いや、ちょっと舐めてましたね。強かったね。はい、イーブイ。何に進化させるんすかね。さあ、終わりと。おかげでポケモン図鑑のページが増えたぜ。回復してきました。あ、こっから連戦か。5人勝ち抜けば。また出てきたか、虫取り。あ、でも確実に強くなってますね。叩きつける。叩きつけるって命中良くなかったよね。
ちょっとね、その辺も覚えてないんですよね。どのシリーズからしたっけ？こうちゃんとさ、こう命中とかこう出るやつ。あ、やっぱ結構外れるな、叩きつける。そして毒か。毒はめんどくさいよ。よし、もう次行こう。どんどん行こう。二人目は私。ポッポか。電光石火。やるやん。先手必勝。ハチも受けた。まあ、ニドランか。じゃあ、こっちもちょっとニドラン行く？進化したらこんだけ強くなるんだよってとこをさ、ちょっと見せようよ。まあ、体当たりはいいね。ひっかく。ほら。もう初代はさ、エスパータイプ強かったよね。俺、フーディン好きなんですよ。フーディンちょっと使いたいよね。ケイシーやったっけ最初。で、ユンゲルやったかな。さあ、次3人目。おー、短パン小僧か。コラッタね。まあ、コラッタでも結構強いですからね。攻撃力高い。ねえ、まあ、結構受けるよね。さあ、4人目。そろそろバテてきたんじゃない？ポッポか。あ、ただレベル 16？ 結構強いやん。さあ、で、ラスト。キエーイ！ 5 人目来た。おー、マンキーか。ちょっとここさ、ニドリーナで行こうよ。マジか、結構強いね。まずい。まあ、オッケー。よし、じゃあピカチュウ行こう。これ結構ウケるやろ。いって。5人抜きおめでとう。入ってよ。入れよ。はい、ロケット弾来ました。まあ、回復はね、してきました。叩きつける。いいね。
で電光石火で決める。よし、弱点つける。これバトルなる？はい、人が来ましたね。ニックネーム、いや人影欲しいな、使いたいな。ピカチュウととりあえず人影はあれでいこう、もうスタメンで。こいつは来るよね。ニドラに変えといた方がよかったかな。お、ワンリキか。じゃあこのまま行くか。山男か。まあ倒しとくか。来るよね、こいつ。おお、いわくか、いいの持っとんじゃん。硬いよね、いわく。タフやな。お、締め付ける。まだ続いてる。マックス5回なんすかね。まずい、これやめろ。オッケー、体当たり来た。いやー、めんどくさい枠でしたね。あとこの2人で終わりかな。あ、まだ結構いますね。こいつがラストと思いたい。技マシン19か。ちょっと見ときますか、19も。あ、地球投げか、いいね。レベル分のダメージでしたよね、確か。いや、まだ結構いますね、これ。やっぱ来るか、こいつ。さあ、短パン小僧来ました。アーボか。アーボ流行ってますね。みんな大好きじゃん。毒針。で3度か。まあ行こう、叩きつけるで。先手必勝、もう速攻倒せ。砂かけがめんどくさい。でこいつでラストと信じたい。
よし、着きました。大丈夫かな。どうした、ピカチュウ。怪しい、こいつが。こんちは、僕ポケモン。わいはまさき、人呼んでポケモンマニア。じゃあ助けます。はい、分離プログラム頼むで。ここやね。めっちゃびっくりしたね、ピカチュウ。これやるわ。船のチケットをもらった。サントアンヌ号が来とんのや。ポケモントレーナーも、ぎょうさん来るらしいで。はい、ということなんで、行きましょう。じゃあ、ちょっと帰るぞ。もう一回入って話しかけても。あったわ。アイビーブースター、サンダース、シャワーズ。まあ、一番す、使ったのはね、サンダースなんですが、まあ一番好きなのはやっぱブースターかな。まあどれもいいけどね。シャワーズもいいですし。で、次はここっすね。はい、入れるようになってます。ロケット弾がいますね。盗まれた技マシンは、マンキャサンドに、地面に穴を掘る技を教えるものだ。おった、こいつか。人影連れてきました。ちょっとレベル上げたいですよね。ちょっとガンガン使っていきたいです、人影は。いて。空手チョップがいて。あ、オッケー、まひった。痛いね。スリープ。君に決めた。結構受けるかな。受けるね。アタック。目覚ました。電気ショック。いや強いね。スリープ強いっす。電光石火。よし、人影レベル11。
はい、倒したぞ。はい、ありがとう。ここかな？はい、くちばしティ、オッケー。持ってない。お、めっちゃ上機嫌や。やられたらちょっと不機嫌になったりするんですかね。なんかなりそうっすよね。はい、今はいけないと。あー、こっからまたバトルやね。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。